神様いつもありがとう。キヨキヨハロー YouTube よろしくお願いします。早速対戦相手を紹介します。どうぞ。よっしゃー。ちょ、うるさいねって。うるさい言われてるなこれ。言われてるんだ。どうなんですけども第1回バレーボールフリーキック PK 対決。やったちょっと待って、喉痛いんや。物は見てたやん。物を見せてください。やっちせえよ。バレーボールなんですけども、やっぱり体育館にあるじゃないですか、学校。やっぱり思春期の頃ありますね。あったでしょ。そこでやっぱ蹴ったら怒られたじゃないですか。怒られます。あれはあれ快感やんな。快感。サッカー部からすると軽いねんな。ちょっと軽いねんな。そうやね、これめっちゃ軽いねん。おーい、これね、ほんまにめっちゃ軽くて、もうサッカー部蹴るの大好きじゃない。大好き、大好き。蹴ったら怒られるんですよ、女子にな。サッカー部の人、バレーの授業中、蹴ってもいいんですかって言う人おるよ。おったな。それやろ。で、よう足出すやつ、俺。そう。バレーやのに足優先するやつ。嫌われてるやろ。嫌われてる。俺や。大丈夫、坊主。俺や。あ、坊主やった。坊主やった。そんな人の写真がこちらです。これまでいろんな PK 対決やってきました。ですね。これまでいろんな PK 対決やってきました。ありました。逆、これまでいろんな PK やってきました。ありましたね。手足逆 PK だったり、うん、弾丸 PK だったり、野球 PK もやってき、ん？三坂咲が抜けてます。パッパッパッパー、待てよ、つなげ。ルールなんですけども、このバレーボールを PK のところから、はい、PK のところから、PK のところから、PK のところからやったら打つ。はい。ペナの外やったら蹴ってフリーキック。おお、なるほど、ね、なるほど、なるほど。これを合わせて負けた方にはエグい罰ゲームが待ってると。エグい罰ゲーム。これ痛み、痛みじゃない、苦しみ、苦しみ。あ、バレーボール一発ゲームでいいじゃん。最悪。本気でやるな、こやつや。痛み、痛みや。めちゃくちゃ痛みや。ここよ。中にずしんよ。そういうのが一番嫌やんか、僕ら二人。一発ギャグ、ほんまに嫌やわ。それ見たくてスキップしてるやつ、俺は多分。打ち抜け。あ、え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 、15おるんちゃう。カメラ OK の人とかちょっとしかおらへんかった。やばい。早速やっていきましょうか。最初は決定。ちょっと待って、一個いい。俺だけなんか野球の変わってないけど。いいよ。キーパーやろ。めっちゃいいよ。変わってめっちゃ使われてるやつ。ええやん。じゃんけんしょ、順番。最初はグー。調子乗ってない、あれ。どういうこと。誰。あ、ライト、ライト光った、ライト光った。おい、垂れる垂れる垂れる。なんだなんだ、スカット。続いて順番、最初はケイスケ、ほんだ、じゃんけん、はい、しゃあ。高校。様子見といて。これマジで勝とう。ほんま一発ギャグはずい。じゃあ僕が先手で。将棋みたいに言わんとる。脱臼持ちなんでね。あ、そうや。よっしゃ。マジで朝一の脱臼持ちはマジで怖いっす。とりあえず梅ちゃん、俺に勝ったおっぱい見せたるわ。おっぱいバレーか。うわっ。よっ。早速痛い。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 マジで外れたかもしれん。痛い。よし。え、あれだ。池谷直樹の腹筋みたいになってんぞ。腹筋ちゃうねん。痛い、俺。めっちゃ恥ずいわ。あ、バレー苦手？違うで。めっちゃ唯一、唯一よ。大大の授業で球技むちゃむちゃ活躍してた。俺、バレーは。得意もんやったちゃうねん、俺上打ちできんねん、肩外れてる経験やから。これやねん。で、これとこれはめっちゃいくね。確実だよ、これは。これとこれのタイプやねん。これめっちゃ痛い。いきます。両手上げてる、両手上げろ。なんで。片手で上げた。これは別にええやんな。両手上げんねん。やばい。え、待って、俺はやばい、やばい、鬼の泥仕合やん。めっちゃやばいやん、ほんまに。笑われへん。なんで？ちょっと怖いもん、俺、今の。いきます。止めれるか。おお、むっちゃいいシュート。
思春期のみんなバレーボールは気持ちいいぞ蹴ったら。え？うわあ！やばい、ほんまに嫌や。元カノ全員マキヒガチャンネル見てるらしい。ほんまにはずいや。令和一の嘘でーす。嘘かよ。ブロックされてます。嫌われてる。見たなくなってるやん。分かり方ひどかったんやな、そら。思いっきり振ったからかもな。格好つけてもさ、あいわダッサい格好つけ方。テープ上げろよっしゃー。むちゃくちゃ下手やん。バレーめっちゃむずい。えぐい。むっちゃ下手やん。いや、わかるやろ。むずいよな。いや、むずない。ほんまにバレー膝でバレーうまっ。あ、でも顔やめて。そんなやつ誰やねん。バレーよ。こっちのバレーじゃん。それええな、今のボケ。うわぁ、やりすぎた。やりすぎたよ。カッコつけたやん。カッコつけた。僕がこれ話したらって、モルテンさんに伝えておいてください。また散々バラ僕も叩くでしょうけど。絶対叩かへん。モルテンのせいにしてるやん、そうやったあ、ジンベエおる。すごい野菜だね。心痛めたのかい。うわぁ、次、気になると負けですか。でも、まずキックやで。キック、なんでキックやで。これで終わらせてくれよ。いいよ、俺ほんまにこれで終わらす。俺これ入ってない、自分が嫌やん。そしたら全部入ってる。お前もやん、お前キック入ってんの。これほんまに俺、はずいっす。これはほんまに決めます。ここしか練習してないじゃん、これ。そんなしょうがない。クイック締めていくよ、クイック締めていくよ。おーい、よっしゃなんでや、今なんでや、これなんでや。なんでや、なんでや、なんでその弾丸蹴ったんや、なんで弾丸蹴ったんや。分からん。おあるよ、あるよ、マキヒカが一発ギャグあるよ。一発ギャグ最悪。バレーボール一発ギャグ。おい、ちょっと待って、決まる気配ないね、二人とも。バレー、ちょ、俺体育大出身にしやったことなしにしてくれ。あ、手続きしとく。手続きしといてくれ。そっちかよ。バレーボール一発ゲーム。ボールに呪いかけるタイプ。よっしゃ。
さん、あいつの一発ギャグを見たいと思っていますよね。来た、思っています。よっしゃー。絶対入る場所教えたら。さっきあの右に巻くよってあいつがこっちに連れてたから、右に巻くよっていう顔して左に左に焼いて、次逆来るね。人間の心理的逆来ると思って、もう一回同じコース絶対オッケー。いつもそうやろ。ナルトの走り方してる。みんなマネすんねん、それ違って。